ブレダ、ブレダーは、オランダの北ブラバント州にある基礎自治体。ロッテルダムの南南東3 0トルに位置するオランダ南部の主要都市である。ブレダの海上1652年の地図11世紀頃、ブレダは神聖ローマ帝国の直轄領であった。1252年に都市権を得た後、レンガ製の城壁とローマ様式の門の建設を許された。 1327年にブラバント公、ヤン三世がこの地の領有権を得た。1350年には領有権は、ポラネン領主ヤン二世に譲渡され、ヤン二世の領地を相続した娘ヨハンナと結婚した、ナッサウ家のエンゲルベルト一世に引き継がれた。こうしてブレダは後に、オランダ独立の父と慕われる、オラニエ公ウィレム一世を排出した、オラニエナッサウ家の所領となることになった。 15世紀になって町は急速に発展した。この頃97メートルの塔を持つブラバントゴシック様式の大教会が建てられた。1534年、ヘンドリック3世は死壁を大規模に改修し、オランダで最も難高不落の都市と言われる城塞都市となった。同じ頃、この町にはたくさんの貴族が邸宅を構えるようになり、 アルプスイ北で初めてルネッサンス様式の宮殿が建てられた。また、同じ1534年には大火災が街を襲い、1300棟の建物が焼け落ちた。焼け残ったのは、たったの150棟だったと言われる。1568年から1648年にかけての80年戦争では、スペイン軍に二度にわたり蹂躙されるが、1637年に、 オラニエコフレデリック・ヘンドリックによって解放される。特に1624年から1625年にかけて、スペイン軍がこの街を包囲した戦いは有名であり、工場戦を指揮したアンブロディオ・スピノラに、ブレダ守備隊の司令官であったユスティヌス・ファン・ラスターが、縄文の鍵を渡して降伏する場面が、ディエゴ・ベラスケスの名画、ブレダの会場に描かれている。その後、 1648年のベスト・ファーレン条約で正式にネーデルラント連邦共和国に加わった。新京都革命でオリバー・クロムウェルの革命軍に敗れたイングランド王、チャールズ2世が大陸に逃れ、この町で王政復古に向けてブレダ宣言を行った。また、1667年には第二次英乱戦争を終結させたブレダの和訳がこの町で取り交わされ、 ネーデルラントはニューアムステルダムを含む北米の植民地をイングランドに活用した。メントスブレガの主要産業は流通産業や食品産業等である。日本ではメントスやフリスクの製造元として知られるペルフェティファンメレはこの町に本拠を置いている。また、製糖産業も盛んである。レッフェで知られるビール醸造会社インターブルー社が2004年に この町にあった工場を占めるなど、食品産業が経済に占める割合は徐々に小さくなっている。高速道路 A16,A27,A58,A59 が自治体を通過している。オランダ鉄道のブレダ駅がロッテルダムとスヘル東ヘンボスを結ぶ幹線鉄道路線上にある。2009年にはオランダ南高速線が開通して、 アムステルダムとブリュッセルを結ぶ高速鉄道が、この駅に停車する予定である。現在、ブレダ駅を出発する、主な列車は、ロッテルダム中央駅経由デンハーグ中央駅行き、インターシティが1時間に2本、ロッテルダム中央駅経由アムステルダム、中央駅行き快速が1時間に1本、ズボレ行きインターシティが1時間に2本、アイントホーフェン方面行きインターシティが1時間に1本、 運行されている。例えば、アムステルダム中央駅までは1時間40分から2時間かかる。ベルギーとの国境線上にある町バールレナスサウ、方面行きのバスが1時間に1本運行されている。ブレダ国際空港が、町の中心部からおよそ15キロ西に離れた場所に位置する。一般航空用の空港である。救命は、セッペ空港。セッペゾラトブ。 博物館と呼ばれる航空博物館あり、ありがとうございます。